ちょっとあなた、あそこの隅のほこりどうなってるの？先ほど3回ほど掃除させていきました。このうちはね、10回って決まってるのよ。申し訳ありません。3回と10回の違い分かるの、美鈴さん、はい、このうちに嫁いできたからには息子の嫁ではなくこのうちの人間なのよ、美鈴さん。重々承知しております。申し訳ありません。これだから町娘はおー嫌だ。海外から物を発送する時の豆知識を一つ。小中学校の時って番地から逆にかけって教わるんですけど、結果ジャパンさえ分かったら日本に送ってくれるので、そこから先読むのは日本人の郵便局員です。そうなんで、普通に県から書いていいっすよ。そうなんだ、うん、なるほどね。どっちでもいいんだ。はい、むしろ本当は県から書こうが読みやすい。そう、何着たらいいの？わかんない、わかんない。いや、むしろ伊達さんにこういうの着てほしいんだけど。緑あるから、ね、これなんか似合いそう。似合いそう。てか、あれか、昔あれ着てた印象があるからだ。そうそうそう、ここが中国、中華中。ね、こっちが、いや、これもよ、これもなかなかよ。皆様これでいいんじゃないですか。いや待て待て待てって。植物そうと人として、人としてではなく生き物、生物として生きることを選びました。まるっつって、めっちゃ面白い。やばいやばい、どうしよう。植物にな、植物になろうか。植物じゃ決めらんないね。決めらんない。一着あるから、一着からネタに振り切ってもいいんじゃない。確かにそれはある。もう後ろ上からキノコ被るぐらいのね。キノコ、待て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 、足の問題考えろ。そうしてくれるから。そっか、うん、なんかベタなスーツみたいなんだよね。え、先輩これじゃない。優勝きたね。もったいないからやめよう。さすがにもったいないからやめよう。でもこれが一番植物、植物だよ。これゾウさん、ウサギじゃん。ちょっとやばない、ゾウとのさ、サイズの対比やばない。そう、えらいでかいなと思って。世界そのものみたいなサイズ。私もう一個、あれ、もう一個なんだっけ。
あ、そうか、草と草とかさ、草本当に草は草のイメージ、草のイメージキープ草キープ断層です。生まれて初めての断層体験楽しみですね。楽しみ。この変身っぽいの選びました。メイクを3つ選べて、似合うヘアメイクかナチュラルか、もっと変身っぽい別人か。なるほど、あるんだ。うん、変身中。え、待って、ピンク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 。草の生まれ変わり。すごい。眉毛が凛々しい。かっこいい。自分の眼球が茶色いんだって。強かっこいい。いってらっしゃい。予定通りの草感で、草に蝶々が生まれてきました。麦どうなるんだろうね、髪の毛。わかんないです。そのままでもなんかそういう子いそうなの。いそう。そうか、いなさそうな子になるんだ。我々これから。あ、そうだ、そうだよ、こんなんいないじゃん。いただ嫌です。ちょ、うん、ちょっとあの距離を置きたい。そう、かわいさんがセクシーだし。キャサリンです。キャサリン。ほんと、そう、モモイがね、いるよ。やっぱ足長えわ。モモイファン喜ぶ。何がどうなってんの。何かすごいね。いや、ママ母感がやばい。うちの息子が町で見つけてきた小娘が嫁いできた。ちょっとあなた、あそこの隅のほこりどうなってる。先ほど3回ほど。このうちはね、10回って決まってるのよ。申し訳ありません。3回と10回の違い分かるの、みすずさん。このうちに嫁いできたからには息子の嫁ではなくこのうちの人間なのよ、みすずさん。重々承知しております。申し訳ありません。これだから町娘は、おう、嫌だ。
うわぁ友達子感がやばいだよ、先輩の。言われたことある。あ、そう、あのね、マジで今似てる。あ、ほんとに。大河ドラマだから、このなんか出てきますよね、中国のなんかドラマとかに出てる小野町子って言われたら多分わかんないと思う。中国のドラマに出てくる小野町子はいないけど。面白すぎ。母さん、そんなこと言う。お、出来上がったんちゃう、あれ。あれ、出来上がったのか。すごく偉い人。え、ウギスちゃんの課金制のおでこが見えてる。課金制のおでこ。似合うな。あ、めっちゃ似合うじゃん。めっちゃ似合う。めっちゃ違いますよ。4人揃わなきゃダメです。そうですね。なぜか、偉そう。めっちゃ偉そう。偉そう。偉そう。チャイニーズ、チャイニーズ、チャイニーズ。人だけなんか悪い姫がいるので。タイムトラベラー。タイムトラベラー。なんか100年後のさ、徹子はああなってるよね。徹子タイムトラベラーか。伊達さんだけ今チャイニーズ来てないので。あ、そうなんだ。伊達さんがまさにタイムトラベルしてきた姫です。姫だね。よくわかんないやつ。なに、あなたたちその頭なんなの、よくわかんない。いや、君骨みたいな。バイトのやつ。お花の狼。あと個人的にはこのお姫様、お花の姫みたいな人がなぜかマリオ持ってもめっちゃ面白い。すごい面白い。どっちとええみたいな。うちの国では最近ドットがマジ流行ってて。あ、そっち系。ギャルなんだよ。ギャルっぽさあります、ね、あるある。流行ってて。強そう。頭に花絶対クラス牛耳ってるタイプ